私が鍛えます。熱血スーパーテニス、科学で健康をサポートするシクロケムグループの提供でお送りします。今週のプレイヤーは前回に引き続き高校生プレイヤーの山田くんと高山くんです。よろしくお願いします。お願いします。山田くん好きなプレイヤーはノバク・ジョコビッチ、高山くん好きなプレイヤーはミロシュ・ラオニッチ。今週はどんなレッスンですか？はい、今週は後ろから相手がボレーに出てきた時にしっかり安定した突き球を打てるようなレッスンをしていきたいと思います。突き球でしっかり足元に沈めるっていう練習します。で、ここにボールをコントロールしてしまうとストレートも打たれるし強いボール打たれてしまうので、全部相手の足元ハーフバウンドするようなボールをしっかり回転かけてボール持ち上げて、このターゲットの手前でワンバウンドしてこれに当てるぐらいのところにコントロールして、そしたら相手がここでボレーしようと思ってもこういう体勢でボレーになると前前衛の人はアプローチ行きやすくなるんで、まずは宇田コーチのお手本。さあ、オッケー。熱血レッスンスタート。しっかり回転かけて浮かせすぎない。さあさあ、そういうボール、さあチャンスボールじゃない、決めるボールじゃないからね、相手にローボレーさせるようなボールね。はい、オッケー。今さ、ボール自体全然悪くない、でも打つ場所がベースラインの後ろで打っちゃってるのね。あれ、ボールが飛んできて落として打ってるから、落とすっていうことは相手に詰める時間を与えちゃってる。もっとベースラインの中で2人とも入ってベースラインの中で足元沈めるように打ってみてください。さあ、はい、修正できるか。はいはいはい、しっかり回転かけて狙う。次は実践的レッスン、クロスラリーの中で突き球を打ちチャンスボールを決める。はい、はい、足元沈めて、はい、チャンス打ち込む、細かく、はい、よいしょ、いいね、はい、沈める、それ沈めて、はい、前、はい、OK、 これいこう、はい、よいしょ、OK、 いい感じ。山田君今最後の良かったね。